大学で自転車競技をやっていますが、新しい自転車に変えようと思っています。リムブレーキとディスクブレーキはどちらがいいと思いますか。というわけでこちらの回答、今のタイミングであればディスクの方がいい気がしますね。世間的な流れでディスクブレーキが主流になっていくことは止まらないと思いますし、逆にリムの機材がレアになっていくと思います。トータルで見てディスクにした方がプラスだと思いますと。はい、というわけで今買い替えるならディスクブレーキかロードリムブレーキがどちらがいいかっていう話ですね。まあね、まあディスクでしょうね。その社会っていうか自転車界業界全体的な方向性としてもうディスクブレーキで統一していこう、ディスクブレーキに乗り換えていこうっていうね流れが完全に発生していますし、その各機材メーカーに関しても、まあ、もううちのメーカーはディスクしか出しませんよっていうメーカーであったり、ディスク対応のパーツしか作りませんとか、新しいラインナップにはディスクしか乗っけるつもりがありませんっていうメーカーがね現在増えてきているわけです。どんどんっていうね、今の傾向を見ていく限り、今後やっぱりディスクブレーキのバイク使ってたけどリムブレーキの方がいいんじゃないかっていうね風潮にはまあまずなんないでしょう。これからはね絶対ディスクで一本化していくはずだと思いますし、その流れの中でどんどんメーカーがディスクに移行していくわけです。っていうのも、現状としていろいろなメーカーはディスクブレーキモデルのフレームが増えてきていますから、ディスクブレーキに対応したホイールを作らないといけないということでディスクブレーキのホイールをラインナップに加えていっているわけですけど、そうなってくるとね何が起きるかっていうと、ディスクブレーキのホイール対応モデルプラスリムブレーキ対応モデルっていうねこの2ラインをね同時さ販売する必要が出てくるわけです。ホイールメーカーまずはねまずっていうか、一番の部分はホイールメーカーにとってですね、ホイールメーカーにとってこれまではリムブレーキモデルだけに技術力あとはまあ利益とかをつぎ込んで研究開発を行っていればよかったっていう部分に対して、現在リムブレーキだけでなくディスクブレーキモデルの開発もする必要が出てきています。これっていうのはね、やっぱり乗ってもらえば分かると思うんですけど、リムブレーキとディスクブレーキじゃホイールに求められるっていうかホイールに必要な効果というか作り方とかが全く違ってきますので、結構ねそのあれですね全然違うわけなんですよね。別物を作る必要があるっていうことになるわけです。要はねホイールメーカーからすればこれまでの2倍、生産を頑張る必要がある、開発を頑張る必要があるっていう風になってくるわけです。ってなるとどうなってくるかっていうのは結構ね簡単に想像がつくと思うんですけど、今後やっぱりね全体的な流れとしてディスクブレーキがメインになる風に進んでいっていますので、フレームメーカーとしてもディスクブレーキ対応のフレームをいっぱい出してくるでしょう。そうなるとね、やっぱり最終的にやっぱリムブレーキモデルを搭載するフレームが減るわけですから、その後リムブレーキの需要が下がるわけですね。じゃあもうこれからディスクブレーキが増えてくるし、うちのメーカーはリムブレーキとディスクブレーキ両方とも開発していく、力がないからリムブレーキじゃなくてディスクブレーキ1本に統一してしまおうっていう風に思うわけです。ですからね、今後の流行流れを考えるのであればリムブレーキのねホイールっていうのは絶対数が確実に減っていくわけです。でもメインのコンポメーカーとかコンポメーカー兼ホイールメーカーみたいなメーカーはあるわけじゃないですか。そういうメーカーがもうディスクのホイールしか出しませんっていう風に、ね、なってくるとね完全にリムブレーキの新規開発は終了します。
ですからこの大学っていう大学生ということでね、まあ、何年生かっていうのもあるんですけど、まあこの先 2,3 年乗るのであれば確実にディスクブレーキばっかりになっていく可能性は高いと思いますし、まあニュートラルサービスの、なんていうんですか、機材対応に関してもコンポーネントの変、ギア数が変わるのと一緒で徐々にね確実に浸透していくはずですから、そこまでねニュートラルサービスの機材が少ないからっていう心配はしなくていいはずです。現に JBCF かな JCL もかな、まあ、ニュートラルサービスレースにおけるニュートラルサービスの対応ホイールっていうのはかなりねディスクブレーキが増えてきているわけです。ですからね学生のレースにおいてもリムブレーキの採用率が増えてきたっていう話になれば、確実にニュートラルサービスのホイールの対応幅っていうのも変わってくるはずです。まあその実業レースにおいてそのディスクブレーキのスペアホイールが積載されているっていうことは現に存在するわけですから、じゃあなんで今その学連のレースとかでもそれが使われていないのかっていうと、まあ機材面でそこまで多くないからっていう部分がねあるかなと思うんですけど、どんどんね年を減るごとにねディスクブレーキ化は進んでいくはずですので、確実にねリムブレーキモデルは少数派になると思いますよ。やっぱりねまあなんていうんですか、大学内での共通機材として考えるのであればリムブレーキと悩む部分はあると思うんですけど、まあね今後の流行っていうか流れを考えればいずれどこかで確実にディスクブレーキに乗り換える必要はありますので、まあ、今買い替えるんであればね、まあ、3、4年以上、3、4年ぐらい乗るっていう前提で物事を考えれば、ディスクブレーキに今切り替えておかないと、将来的にもう一度ね、数年、2、3年のうちにもう一回、もうディスクブレーキがメインになってしまっているから、ディスクブレーキのバイクに乗らないといけないから買い替えようっていうね、風になる可能性が高いなっていう風に思います。はい。まあね、まずはヨーロッパプロがどんどんディスクブレーキに変わっていったわけじゃないですか。でね、現在も国内の、チーム、プロチームに関してもほぼディスクブレーキに変わっています。機材供給を受けているようなチームは全て、ディスクブレーキに変わっています。っていうことは流れとしてもうディスクブレーキに統一される流れができているわけで、ですからね、やっぱりもう買うんだったら今のうちにディスクにしておいた方がトータルの出費抑えれますよっていう話になりますね。はい、こんなとこですね。コメント見ていきますか。はい、フュージョンさんこんばんは、よろしくお願いします。ローギッシュさん、チームが準備する予備ホイールの数もすごいですよね。混在しているチームはリムとディスク両方用意して2倍大変そうってことですけど、まあプロチームの話で言うならば混在しているチームはほぼないかなっていうふうに思いますね。大変ですからね、スペアホイールまで2パターン用意するっていうのは。ですからね、もうどこかのタイミングでポンと乗り換えるわけですね、全員一気に。はい、ってな感じです。